はい、本当ですね。とします。一緒です。さて、この時間からはスタジオにゲストをお招きいたします。はい、ご紹介いたします。大分市出身でドイツで活躍するピアノデュオ宮崎大輔さん、そして陽子さんご兄弟です。よろしくお願いいたします。主婦上手な私の秘密はこれ、 OC 上手。毎月のお支払いを OC カードにするとポイントも貯まっちゃって主婦上手。賢いってお得ね。おいしい。あっぱれくんおすすめ、大分トヨタのあっぱれくん試乗車。プリウスにプリウスアルファ、アクア、そしてクラウンハイブリッドも。あっぱれ価格にさらにお得がいっぱい。お近くの大分トヨタで。あっぱれ。南蛮文化の香りを今に伝える、まさに感動の一品、ナンバンかザビエル。みんながクラス巻きだから、未来のためのエコロジー、きれいに戻してリサイクル、大船の街の危ないはず。改めまして、スタジオには大分市出身でドイツで活躍するピアノデュオディゾンネの宮崎大輔さんと陽子さんご兄弟にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。今回番組ではですね、先日お二人が母校の大分市立明野西小学校で行いました里帰りミニライブの模様を取材してきました。7月18日、この日は県内ほとんどの小中学校が1学期の終業式を迎えました。大分市立明野西小学校では全校児童には内緒である催しが企画されていました。さあ、明日から楽しい夏休みです。校長先生から頑張った皆さんに素敵なプレゼントをあげます。はい、どうぞ。大歓声で迎えられる2人、彼らは海外で活躍するプロのディオピアニスト、ディゾンネの宮崎兄弟です。今回は彼らの母校である明野西小学校にスペシャルゲストとして招かれました。ドイツを拠点に活躍するピアノディオ、ディゾンネ。宮崎兄弟が最も得意とするのは1台のピアノを2人で弾く連弾です。互いに高い技術が求められます。演奏家の宮崎大輔さん、そして妹の陽子さん、お話を伺いします。よろしくお願いします。大分留学してたんですよ。で、そこの街があまりにも心地よすぎて3年間いたんですけど、ソロを目指してたんですよ。ソロで受験しようかと思ったら、まあ、落ちまして、でもドイツに残りたいとってなった時に、あ、ピアノデュオっていうのがあるなっていうので陽子に電話して声かけたのがきっかけです。とりあえずやってみようと、受験してみようよ、っていうことで受けた結果合格して、めでたくデュオの誕生。2009年、ドイツで最も古い音楽大学の一つ、シュツットガルト音楽大学大学院に入学した2人は、2011年、ピアノデュオ科を首席で卒業。2013年2月には、ドイツの芸術系資格で最難関とされる国家演奏家資格を日本人兄弟として初めて取得しました。兄弟ですから、やっぱ意思疎通とか、その練習の時のこの意見の言い合いとかがですね、やっぱり兄弟の方がリレーダイレクトで言いやすいって言います。何を考えてるかっていうのが分かりますよね。やっぱ目を見ただけでコンディションも分かるし、一音弾いただけでもその日のコンディション分かるんですね。やっぱり心強いっていうのはありますけど、結果が足りないの。いきなり丁寧に言ってましたけど、やっぱりちょっと俺が
今後の抱負をお聞かせください。コンサートホールだけじゃなくてですね、ホームコンサートやらいろんな場所でピアノデュオの魅力を伝えていけたらなと思います。これからもお二人でますますご活躍をお祈りしています。兄と妹だからこそその日の表情やコンディションを理解し、絶妙なリズムを生み出す宮崎兄弟のピアノデュオ。クラシックの枠を超え、さまざまな音楽家とコラボレーションするなど活動の場を広げます。7月18日、この日は県内にあるほとんどの小中学校が終業式を迎えました。宮崎兄弟は母校である明野西小学校で子どもたちのために演奏を披露します。今からもう本当一曲弾くんですけど、運動会でも流れてるかな、聞いて市長、これ串コスポストと言います。ロシアから生まれた曲でこういう曲があります。今のね2曲合体させた曲今から弾きます。どこでどの音楽が聞こえたかみんなよく聞いてください。連番の魅力は何といってもお客さんの面持ちを感じながら空間を演出すること。クラシックっていう音楽が堅苦しいっていうイメージが皆さんちょっとあると思うので、皆さん来れるようなコンサート作りをして、その中でもそのピアノデュオっていう魅力を伝えていけたらいいなと思っています。ドイツで活躍する大分市出身のピアノデュオリゾンデ、これからも世界を舞台にクラシック、そしてピアノデュオの魅力を伝えます。はい、改めましてスタジオにはピアノデュオディゾンデの宮崎大輔さん、陽子さんご兄弟ですが、いや大人気者でしたね。いや楽しかったですね。アンコールが出てましたね。すごい嬉しかった。興味津々でした。久しぶりのふるさとっていうのもいいんじゃないですかね。あ、やっぱいいですね。普段はドイツ、はい、で今回はどういう目的で帰国されたんですか。やっぱり九州の人たちに、多くの方たちに聞いてもらいたいので、それでまた帰国してですね、たくさん演奏をしてきました。VTR の中にもありましたけども、ドイツの国家演奏家資格、はい、これどういったものなんですか。日本の大学でいう博士課程なんですが、3回試験がありまして、それに一度でも不合格だとちょっと退学という。演奏家に資格があるっていう。またクラシックの本場ヨーロッパで活動するのと日本での活動というのは違いますか。そうですね、向こうでやっぱりクラシック音楽はドイツ人にとっては演歌なので、はい、身近にあるんですね。そう、もう常に身近にあるものですから、そうですね、だからそれを日本でもそのようにしたいなと思って、はい、変えていきたいなと思ってます。それプラスまたご兄弟での活動っていうのも難しさがあると思いますか。大変ですね。いつもどういうふうに大変ですか。いや、たまにもう例えば5分で終わったり喧嘩して5分でも切り上げで、まあ、ごきげんようと練習が5分で切り上げてじゃあバイバイって兄弟だからはっきり言えるんですね。 その分こうピシャッと会った時はやっぱ兄弟だなっていう、あ、もう気持ちいいですね。じゃあ今後のですね、夢目標などありましたらお聞かせください。そうですね、クラシック音楽をもっと身近なものにするために、いろんな場所でいろんな状況に応じたコンサート作りをしていけたらと思っております。
お二人にはこの時間からもちょっとお付き合いいただきたいんですけどもね、はい、今度なんですが、今ご覧いただきましたように大分市の明野西小学校の終業式では、今日お越しの宮崎兄弟の、ね、演奏が披露されましたけれども、終業式音楽つなぎ